法輪寺は、落葉園長、北の天満宮ゆかりの神赤藩にある、臨在修明神寺派の名刹であり、通称、ダルマ寺の名で親しまれている。大愚宗州畜禅寺を解散とし、荒木光品、創貞田寺が回帰。万回寿元和尚が創建。1718年大愚宗州畜禅寺を解散とし、両外省である、荒木光品、創作田が回帰となり、 万回受験王将が10年の歳月を要し、1727年に創建したのである。次来、春秋260年、三度の天災地平に遭い、治雲も、また清水があった。しかし近代に至り、1933年、大十代の五島山和王将を迎えるや、男神との北歌氏を一心に集め、大書院の混流がなった。岩魔王将は37歳の時に、 名著、白院和尚全集を観光している。戦後は、起き上がりだるま堂を混流した。会期の荒木氏は、両外省であり、武家の会期になる寺院の多い明神寺派にあっては、異色の全殺である。創建当時からの本堂の他に起き上がり、だるま堂などが並ぶ。コンクリート作りの大房林堂1階には、多数のだるまを展示、2階には、 南太平洋方面の戦没者の位牌が英霊殿に映画関係者がキネマ殿にそれぞれ採取される。京都市上京区下の下立売通り上谷川東入。ありがとうございます。